すがにもうわかるからね。どうせ今回は牛首村だから立ち絵を牛の頭にするとか安易なこと考えたんだろ。ついでに立ち絵の表情も変えずに済む手抜きもするつもりだな。その程度のことはもうお見通しだからね。いや、だって、もう他にネタがないんだもん。もう YouTube 引退しろよ。はい、というわけで今回もやっていきましょう。いやマジでそのままやるのかよ。今回紹介する映画はこちら、牛首村。怖い村シリーズの最新作ね。犬鳴村、樹海村に続く恐怖の村シリーズの第3弾で、心霊スポットの壺の光線で行方不明になった少女と同じ顔を持つカノンが、その少女の行方を追う中で牛首村の真相に迫っていく話だね。主演は映画初出演となる光輝、監督は前2作に引き続き清水隆でございます。ということで怖い村シリーズまさかの第3弾、前回のアンケートで1位のアンチャーテッドといい勝負でしたし、コメントでリクエストもいただいてたのでやっていきましょう。なんだかんだで地味に続いてるよねこのシリーズ。あんまりレビューサイトとかの評価は良くないけど。まああんまり評判は良くないですよね。アンケートでもなぜか僕が酷評することを前提に入れてる人いましたけど、一応言っておくと僕はこのシリーズそんなに嫌いじゃないですから、犬鳴村も樹海村もそれなりには楽しんだ方ですし、良くも悪くも軽い B 級ホラーって感じで割と好きなシリーズです。まあ積極的におすすめはしませんが。ウプ主意外と J ホラーには優しいというか甘いんじゃないかもしれませんね。個人的にこういう怪談話とか都市伝説とか好きだからかもしれません。今回も割と楽しみにしていた怖い村シリーズ最新作。どんな感じだったか言ってみましょう。まずは今回の題材となる心霊スポット、壺の光線と、最強の怪談と言われている牛の首について軽く紹介しましょう。まずは北陸最強の心霊スポットと言われている壺の光線。光線ってことは温泉地か何かだったの？そうですね、いろんな効能があるみたいで、それを使ったリゾート施設があったんだけど、今から40年ぐらい前に廃業して廃墟となっているのが現在の壺の光線だね。建物の内部は落書きまみれでボロボロになってるみたい。それだけボロボロだとまさに心霊スポットって感じね。で、心霊スポットというからには何か出たりとかするわけ。肝試しで入った人が幽霊を見たって話は結構あるみたい。有名な霊能力者が危険すぎて入るのを拒否したなんて話もあるね。中でも一番ヤバいのは1996年に起きた少女失踪事件で、二人の少女が壺の光線に肝試しに行くと言ったまま行方不明になり、2020年にようやく遺体が発見されたという事件だね。2020年って結構最近じゃん。この事件が壺の光線を北陸最強の心霊スポットとして広めることになったきっかけみたいだね。ちなみに本作ではしっかりお祓いとかをした上で壺の光線で撮影を行ったみたいだね。ある意味命がけの撮影って感じね。キャストやスタッフに何も起こらないといいけど。そしてもう一つが最強の怪談牛の首。それはどういった怪談なんでしょうか。さあ、知らないの？一番怖い怪談として知られてるけどその内容は誰も知らない。もし知ってしまったら恐怖のあまり死んでしまうと言われてるほど恐ろしい怪談なんだ。なんか前にもそんなホラー映画なかったっけ？2020年に扱った新鮫島事件だね。これも事件の内容を知ってしまうと呪われるという都市伝説だったけど、牛の首もこれに近いものですね。まあ実際はそんな怪談なんてなくて、内容はわからないけど聞いたら死ぬ恐ろしい怪談という噂だけが一人歩きして広まったものみたい。その辺も鮫島事件と同じ感じなのね。といった感じでそろそろ映画の話に入りましょう。で、今回の牛首村はどうだったの？まあ良くも悪くもいつも通りって感じです。以前樹海村を見た時に犬鳴村とやってることは同じって言ったけど、今回も同じです。冒頭は舞台となる心霊スポットから生配信するところから始まり、そのことがきっかけで主人公の身の回りで怪奇現象が起き始め、その原因を探しているうちに自分の血筋が元凶となる村と関係していることを知り、なんやかんやあって村にたどり着きそこから脱出する、といった感じで毎回同じことをやってるシリーズですね。なんかワンパターンなシリーズね。それはホラーとしてどうなんだって感じだけど。まあマジで同じようなことをやってるだけだから、犬鳴村、樹海村が好きな人は同じように楽しめるだろうけど、このワンパターンなところに飽きてしまう人もいるだろうし、そもそも犬鳴村の時点からダメって人にはおすすめしないですね。このシリーズはもう同じことをしているお約束を楽しむシリーズなんだと思います。そんな感じなのでいいところも微妙なところも同じ。今回も毎度恒例舞台となる心霊スポットで生配信をしてる少女、アッキーナから始まるんだ。今回も名前同じだけど一応別人なんだよね。そこで壺の光線にある異世界と繋がるエレベーターに、
コウキ演じる双子の妹シオンが乗って行方不明になるんだけど、ここで暗闇から出てきた牛の頭の怪物のビジュアルと見せ方はかなりインパクトあってちょっと期待したんですよね。いい意味でホラーらしい怪物って感じで。牛の頭の怪物って悪魔とかにもいるし、ホラーのモンスター的存在感はなかなかありそうね。今までも犬人間や木人間が終盤に登場してたんだけど、ビジュアルのインパクトは今までで一番だと思う。これで終盤に丸太を装備して戦ってくれれば完璧だったんですけどね。いやそれ彼岸島じゃねえか。一番がっかりだったのはこの牛の怪物がこの後期待してたような活躍がなくて、最終的に出てきたのが犬鳴村の犬人間と大して変わらないいつもの怪物だったことですね。もう体中をカキコキして動くゾンビみたいなのは飽きてますから。終盤が微妙なのは今回も同じ感じなのね。それ以外のホラー描写に関してもさすがは清水監督といった感じで、それなりに雰囲気は作れてるし、このシリーズらしいグロさや気持ち悪さはあるのである程度は楽しめました。怖いかと言われると正直怖くはないですけど、あと良かったのは主演のコウキの演技ですね。確かキムタクの娘なんだよね。映画初出演で主演ってちょっと不安な感じだったけど意外と良かったんだ。本作だといきなり双子の姉妹を一人二役で演じてるんだけど、普通にちゃんと別人に見えててなかなか良かったですね。少なくとも下手だと思うところは特になくて、女優としては初の演技なのにしっかりポテンシャルを感じさせるものだったと思います。毎回前半は比較的悪くないんですけど、終盤に行くにつれ失速していくのも相変わらずで、今回もいつも以上にグダグダでしたね。終盤だとまた村からの脱出展開になるんでしょ？そうなんだけど今回は村に行くまでの流れがもうめちゃくちゃですね。犬鳴村の時も時間を超えて過去の犬鳴村に行ってたりしたけど、今回は空間も飛び越えて A からいきなり昔の牛首村に飛んでますから。こういう超展開も含めて、どういうこと、となるところがかなり多いです。今までもそうだったけど呪いで死ぬ人と死なない人の基準がよくわかんないし、それにこの映画を見てる限りでは壺の光線と牛首村の関係性が全くわからないんですよね。壺の光線自体の掘り下げが作中で全くと言っていいほどないから、なんで壺の光線に来ると牛首村の呪いにかかるのかとか、壺の光線と牛首村が繋がってる理由が謎なんですよ。違う二つの場所が舞台なのにその繋がりが描けてないのね。こういうオカルトって理屈が通用しないのが怖いし面白いところでもあるんだろうけど、さすがに理屈がなさすぎるとただのご都合主義になっちゃうからうっすらでも繋がりを感じさせてほしいところです。そして脱出までのが色々とダラダラしてるのもいつも通りですね。正直今まで以上に突っ込みどころ満載で困惑する人も多いと思います。そういう意味でもシリーズ中一番微妙な出来な気もしますが、でもなんだかんだで嫌いになれない。むしろこのレベルでもいいから地味に続いてほしいと思う不思議なシリーズなんですよね。なんかよくわかんない感覚ね。なんか BQJ ホラーとしてちょうどいい感じというか、特別美味しいわけではないけど定期的に食べてみたくなる感じですかね。一応清水監督次は村とはまた違ったホラーをやるみたいでどんなものになるのかちょっと楽しみです。村の次は何になるかちょっと気になるわね。あんまり評判良くないのもわかりますが個人的には今回も期待してた程度には楽しめた作品でした。興味のある方はぜひ劇場でご覧ください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。